エクゾハワイ。国民的な人気を誇るアイドルグループ嵐、今年ハワイで大規模なライブを開催しました。日本からだけでなく世界中からファンが駆けつけ、2日間で3万人を動員。地元紙の報道によると、ハワイへの経済効果はおよそ22億円。ハワイ史上最大級のライブとなりました。実はハワイは嵐がデビューを発表した思い出の場所です。また今度ファンの皆さんとハワイに一緒に来て楽しめたらいいかなと思ってます。その言葉通り、デビューから15年を経て再びハワイに戻った嵐。お疲れ様でした。ライブ終了後、5人で集まりました。今回無人カメラを15台設置。これ自動で動くんだよね。ほら、自動で何が動いてるの。5人だけの空間で今だから語れる本音を告白します。まあ、実は嵐は、まあ、僕の年齢で、まあ、25歳ぐらいまでじゃねえかなと思っていた。正直やめようと思った。ごめん、正直な話すっげえムカついたな。そしてリーダー大野さとしは毎日書いている日記を初公開。2002年8月5日メンバーと話し合った。ああ、これだ。朝5時まで。ああ、これだ、これだ。大野の視点で記録された嵐の知られざる過去が明かされます。頑張るとか書いてある。さらに嵐の今に迫ります。これまで見せてこなかった嵐のライブ制作の裏側に完全密着。 Hello everyone, good evening, we are 嵐。よろしくお願いします。あ、そんな感じ。いや、でも最初ね、あれがいいの、かっこいいから。演出を担うのは松本潤。嵐にしかできないライブ作り、そしてステージにかける思いとは。面白いんだったら本当にすっげえ面白いって言われるようなものやりたいし、なんとなくのノリで、あ、楽しいからいいねいいねっていうノリではやっぱ仕事したくないですよ。しかし本番で予期せぬアクシデントが発生します。ニードどうしたの。腰やっちゃったって。てかジャンプアップやめる。あ、大丈夫。早めにスナイプダウンさせておいてください。いける。さらに追い打ちをかけるように猛烈な雨がメンバーを襲います。さまざまな困難を乗り越え流した涙の訳とは。華やかな世界の頂点で活躍する嵐。15年間の葛藤、そして5人が今輝く理由が今夜初めて明かされます。嵐の大野聡です。今年僕たち嵐はデビュー15周年を迎え、思い出の地ハワイでライブをすることができました。オープニングはなんとヘリで登場しちゃいます。オーケー、レッツアラッシュ。
曲目は僕らのデビュー曲嵐。レッツゴー走りなきゃスローリングだから試合とは上手いのそれでも試合はキャンダウンそうさ僕らリバーワンウィッアグーやることあってもどっかでカッコつけようやるだけやるけどいいでしょ夢だけどだっていいでしょ You are my soul, soul いつもすぐそばにある譲れないよ誰も邪魔できない体中に風を集めて巻き起こせ嵐嵐 for me ライブ序盤は嵐初期の歌からスタート今回は15年の歴史を感じられるライブを目指しました9月17日ライブ本番2日前ハワイ到着会場から海が見えたに到着するなり真っ先にステージへ向かったのが松本潤本当にこれ持ってきたっていうのはすごいよこれ全部日本から運んできた全部じゃないですね部材でも結構持ってきてるのは多いですねリフターとかもそうだし機材も半分はそうだし、うん、松本は嵐のライブの演出を担当していますライブで何をやるかは松本が中心となって考えていますのコンサートは最新の舞台装置や照明を駆使した日本最高峰のエンターテインメント誰もが驚く壮大なステージを常に生み出し続けていますくすんだまま観客の頭の上を通過する動くステージ実は松本のアイデアから生まれたものですステージ下からも楽しむことができ今やジャニーズのライブの定番となっていますまず最初に舞台装置の動きを確認する松本自分たちでタイミングを出し舞台下から登場するシーン嵐とスタッフ全員がぴったりと呼吸を合わせる必要がありますオッケーできた今回嵐のライブで初めて挑戦する演出がありましたヘリコプターでの登場と退場ですオープニングで観客にインパクトを与えるための重要な演出今回ヘリコプターにこだわった理由が松本にはありましたなんか15年間やってきた中でまだこれから続く道に歩み続けるんだけど僕の中でそのハワイのライブっていうのがその途中に一瞬みんなで立ち寄った場所みたいなイメージだったんですねだから旅の途中だしだからヘリなんですそして
ハワイならではの演出を考える松本。リハーサル中、常に時間を気にしていました。このコーナーって何の席って何個ですか？5バイト終わりが今6時30分。アコースティックだけで13分、14分。実は松本は夕焼けが最も綺麗に見える時間を探っていました。ハワイで野外ライブを行うからには美しい夕焼けを生かしたい。選曲、演出、タイミング、ライブ全体の流れを決めるのが松本の最大の仕事です。用意したのは夕日を背負う特別ステージ。アコースティックアレンジした曲をハワイのミュージシャンと共演するのです。観客の目線に立ち、照明の色も細かく指示、シーンを作り上げていきます。15年間嵐のライブを演出し、その責任を担ってきた松本。実はメンバーに対してずっと疑問を抱いてきました。コンサートの演出ってやりたいと思わないですか？そういうこと聞く？まあ15年やって今までそのライブどういうふうに感じてんのかなって。まあ嵐のコンサートをのクオリティがあるじゃないですか。はい、それは今まで松潤がやってきたところの高いクオリティってところだと俺は思ってるんだけど、そこに到達しなきゃならないという責任においてはちょっともうできねえなっていうのは結構本音のところかな。もうこの感じできないでしょ。できない。照明がなんだ、立ち位置がなんだ。一回なんかさ、その打ち合わせに松潤がいなくてさ、二人でさ、やったんだよね、叩き台を作るみたいな。なんだ、バイブバイテンだよ。バイブバイテンか、うん、しかも10周年の時。そう、そうやったの。最重要やったの。3人がね、忙しかったから、いなくて、よし、じゃあ叩き作るかって言って、そうガーって作ったの。次の日、ね、めっちゃ早かったよな、うん、全部なくなってた、その叩き台が。あれ本当に叩かれちゃったんだ。パシ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 、衝撃だったな。それ松潤は知ってたの？見て知ってた、見た。で、なんでダメだったの？違う違う、ダメじゃないんですよ。ダメじゃないんだけど、10周年のライブじゃん、うん、だから、すごい、まあ派手にお祝いっぽいライブにしたかったわけですよ、うん、なんだけど、1曲目、俺もすごい好きな曲だったんだけど、すっげえ地味な曲だったの。スタートが10周年のコンサートだよ。染みる感じにしたかったんだよ。やっぱりこう、メジャーなところでやりたいなって思ったんで、並べ替えていいって多分言ったと思うんだけど、その時に。いや、並び替えていいって聞かれたのよ。で、だから普通並び替えるわけじゃん。総、うん、入れ替え。新規もんだよな。すみません。新規もんだよ、急な。ステージに立つ4人の動きを松本が下から指示。メンバーの絶対的な信頼があるからこそできる嵐ならではのライブ作りです。衣装を着替えられなかったらそのままやってもらってもいいけど、これの着替えは翔ちゃんがラップやってる時に着替えればいいってことでしたっけ？ごめん、それ着替えなくです。はい、ワンポーズで通します。了解です。はい、すいません。どれ本当だったらね、
自分もメンバーだから単純に体力も使うしステージだっつって、だから自分も立たなきゃ本当は申し訳ないなと思うんですけど。この日4人が帰った後も深夜までスタッフと打ち合わせを続けた松本。真剣だからこそメンバーと衝突することもありました。なんかさ、はい、仲いい仲いい言われてきたじゃん、うん、でもなんか気まずい空気っていうのはなかった、はあ、気まずい空気、まあシチュエーションによってあったね。俺もあったよ。俺が悪いの分かってて言えなかったっていうのもあった。へえ。それ最近だよね。松潤とね会ったの覚えてんだよ。へえ、うん、何去年じゃない。あ、そう、しょうがないもん。何それ。俺がソロ曲でリハーサルしてて、うん、でも松潤はもうここフルでやんないよ、うん、でもちょっと自分的にちょっと持たない気がしてたの、うん、ちょっとワンコラスにしてたんだ。そうそう、で俺も頑固だから、うん、いやこれいい大丈夫なんだってなんか言ったんだよね、うん、俺松潤がスラーっていなくなったの、うん、そこであれ俺まずいこと言ったかなみたいなのは覚えてる。へー、覚えてる。それは覚えてる。あ、そう、ね、あ、じゃあそこ二人共通で気まずくなってんだ。うん、ごめん、正直な話すっげえムカついたの。なんでなんでムカついたの。いや、全体の流れとしてこの尺内と次移動できませんこの次のブロックのために早くその長くやってくれっていう話をしたの俺は。だからその時に時間が足んないんだったらなんかこう違うものを用意してとかこういう風にしたらできるんじゃないっていう話とかもしたんだけど、いや、やだ、絶対この尺しか持たない、俺がやって持つのはこの尺しかないっていう。あ、じゃあいいっつってやんなくていいっていう話をしたの。すごい。へえ。いや俺もずっとな、あ、そう、なんでね、なんかごめんねって言えなかったんだよね。へえ。日記もあるのその時も。書いてたかな。これもう2010年もちゃんと書いてんだ。やめろよ。怖っ。お前これ本当にダメだよ。リアルガチだ。リアルガチ。ちょっと見せてみろ。やめろってマジで。マジで。見せてみろって。マジでやめなさいよ。分かったよ。歩いて行ける気がした。ありがとうの思いを伝えたい。本番前日、リハーサル中に雨が降ってきました。じゃあ準備できましたので、ハーブソロから、行きたいと思います。雨が降ると足元も滑りやすくなり、危険が高まります。最悪中止になってしまう可能性もある野外でのライブ。天気に左右されるリスクとただ向き合うしかありません。相葉雅紀はそんな雨の中でも変わらない笑顔を見せていました。嵐のムードメーカー相葉、そして一番の努力家でもあります。相葉は現場で誰よりも汗をかき、いつも全力を出し切っています。じゃあパラドックスのケツ終わった位置からください。リフトアップのタイミングってどこか決まってる？まず、そんな努力家の彼だからこそ、ある病気にかかってしまったことがありました。
2002年、19歳の時、サックスに挑戦する企画で練習をしすぎて、肺に穴が開いてしまったのです。仕事をキャンセルし、緊急入院。あ、肺が痛いですよ。2002年にね、病気になった時ね、俺復帰できないと思った。もう終わりだと思った。嵐としてもそうだし。ん？じゃあ何？もしかしたらもう嵐辞めることに戻れないかもしれない。癖になるから、うん、で、あ、同じとこが破れる可能性がすごい高いですよ。再発率がすごい高いからって聞いた瞬間に、やっぱりほら歌って踊ったりっていうことがやっぱり僕ら基本だったから、うん、そんな感じだっていうのは俺ちょっと初めて聞いたわ、それ。あ、本当？でもちろんその病気したのは知ってるけど、うん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 、そこまでの感じだったっていうのは俺はちょっと認識なかったな。俺もそうだな。本当？戻れたことはすごい嬉しかったんだよね。相葉が復帰したのはハワイで行われたファンとのイベントの時。出発当日の朝に退院し、気力で参加した相葉。しかし、この時の出来事がハワイにわだかまりを残すことになりました。それこそね、あんまり激しい運動もできないし、まだ穴開いてるわけだから肺に。で、その時に嵐の4人がステージで歌を披露するわけですよ。まあ、一番端の方だよね。端の方からこうやってステージを見てたんだけど、4人が踊ってんのを、なんかもう何とも言えない気持ちになっちゃって、申し訳ない気持ちと、なんかさ、切ない気持ちと、もうどうしたらいいか分かんない気持ちになっちゃって、なんかそんなことがハワイであったから、今回ハワイでライブができて、で、立てた時はその5人でこうね、ステージの上から見る景色っていうのはやっぱり何とも言えなかったですよ、うん、嬉しかったよね。ようやくなんかこう取り返したじゃないけどさ、忘れてたものを一つ取り戻せたっていうか、決着がついたっていうか。念願のハワイのステージに立った相葉、思いが溢れ出ました。こんなチャンスないと思ってたけど、ハワイで5人でステージに立ちたいって。ずっと、いやいや前向きなさいよ、思ってたんですよ。いや前向きなさいよ。で、15年経ってこういう機会をもらってね、で、今日立てたんですよ。昨日も立てたし、すごく僕にとってはこの意味のあるハワイでのライブでした。9月19日、昨日の雨が嘘みたいに晴れた。炎天下のステージ、体力勝負になりそうだ。おはようございます。グッモーニング。暑い。昨日とまた打って変わった。雨よりはよっぽどいいけど、雨だとお客さんが大変だから。厳しい暑さの中でもライブに来てくれる観客のことを考える桜井。会場の外にも彼のアイディアが生かされました。用意されたのはたくさんの飲食店や待機場所。
そもそも広大な空き地だったライブ会場、そこにみんなが楽しめる場所を作りたいという桜井の思いが実現しました。常に周りへの気遣いを欠かさない桜井、メンバーにとっても頼れる存在です。改めまして大野聡です。僕は嵐のリーダーと言われていますが、正直リーダーらしいことは何もしていません。実は嵐を支える影のリーダーは桜井翔だと僕は思っています。ハワイのスタッフとも積極的にコミュニケーションを取っていた翔くん、本番直前言葉の壁を越えてチームを一つにまとめてくれました。私の T シャツの文字抜いてください。Everyone, all of staff, check the monitor and check my T-shirt. Aloha to everyone. Yeah, so we're gonna do our best. Let's gonna make a special, grateful and wonderful stage with us. Right? Thank you. わかりやすいかな。みんな。ムービングステージのねスタッフの人とかみんななんかこうやってくれるのよ。だから一緒にやっぱ作ってる感じがあるから。嵐と嵐に関わる全ての人をまとめる影のリーダー桜井翔。そんな桜井だからこそ嵐の未来に不安を覚えたことがありました。華々しくデビューしたにもかかわらず3年が経っても伸び悩んでいた嵐。当時20歳になっていた桜井は将来に希望が持てなくなっていたのです。まあ、実は嵐は、まあ、僕の年齢で、まあ、25歳ぐらいまでじゃねえかなと思っていた。なんかこう噛み合ってがないっていうかさ、なんかやれどもやれどもこうなんつうかな、嵐っていうのがこう形作られるのも時間かかるし、なかなかこうじゃあ仕事っていうのでも、まあ、うまくいってるかっていうとそうでもないと。てかね、10年続いているイメージがなかった。やーべえな俺らこれ、嵐って名前つけてもらって何か成し遂げたかなみたいなことをずっと考えてて、やべえやべえっていうのをずっと思ってた。そうなんだ。簡単に言うと持つかなっていう、俺は感じだったんだよね。だまつに近いと思う。日記もあるのその時もこれ2000何年2年です。2年2002年8月5日大阪前乗り、夜中1時ぐらいまでリハーサルやってホテル帰ってからメンバーと話し合った。これだ、朝5時まで。これだだってさ、毎日その頃朝まで話してるからさ、本番中ちょっと眠い時とかあったあったあった。嵐のこれからについて話しすぎて今が眠いっていう今がね、今が大事、今が大事なのやっぱ書いてあるよ。嵐にブレイクの兆しが見え始めたのはデビューから実に7年後。初めてのアジアツアーに挑戦し見事成功させます。大家好、我们是嵐、我是宋本伦。人気の高まりとともに観客動員数も増え、2008年には7万人のファンを集め国立競技場で単独ライブを開催。そして
デビュー10周年で紅白歌合戦に初出場、今年で5年連続司会を務めます。いや、こんな夢みたいなところまで来れると思ってなかったから、一日でも長くこの夢が覚めないようにっていうのが、まあ目標というか、でもまあ目標なんだよな。ほんのちょっとのことできっとこぼれ落ちてっちゃうから、20周年も25周年もこうやってバカ笑いできてる、できるようにするっていうのが目標かな。嵐がブレイクするきっかけとなった2007年のラブソースイート、松本潤の出演ドラマ花より団子2の主題歌でした。2009年デビュー10周年で発表した Believe、 この年にリリースしたベストアルバムは嵐初のミリオンセラーを達成しました。ライブの中盤を盛り上げるヒットナンバーの数々、実はこの時あるアクシデントがメンバーを襲っていました。ニノどうしたの？腰やっちゃったんですけど、左足がしびれて。二宮が腰を負傷、肉離れを起こし足がしびれるほどの激痛に襲われていました。いやあと1分。しかも次の登場は高いジャンプが見せ場のシーン、腰に大きな負担がかかります。心配そうに駆け寄る松本。てかジャンプアップやね。大丈夫です。スライドでもいいよ。スライドにしようよ。下がってない、下がってない。スライドアップ。スライドアップ。OK、OK。2球は自分たちで合わせる。メンバー自身の判断でジャンプでの登場を取りやめ、ゆっくりと立ち上がるスライドアップ登場に急遽変更しました。あと30秒です。このコンサートの肝になる部分っていうのはやっぱり嵐は全部まもなく3番
もちろん痛いし辛いけど、まあ、自分たちが何かをするときにお金をいただくっていう行動っていうのは、僕はこの時間にお金を払ってもらってるもんだと思ってるから、その時間を自分たちが預かってるときに自分の理由でクオリティを下げたりすることは許されないと思ってるの。ハワイ来てで、なんか腰が痛いからあんまり動けませんって言われるとすごく嫌だもんね。金貸してほしいなと思っちゃうし。この日二宮が辛そうな表情を見せたのはスポットライトが消えたほんの一瞬だけ。彼が持つ高いプロ意識、その支えとなっているのはかつてメンバーが口にしたある言葉でした。あれ何年ぐらいだったかな、若い頃、だいぶ若い頃で、みんなでお蕎麦屋さん行ってなんか話したんだよ。話した、2002年3年ぐらいじゃないすごいね。で、今の状況を打破するには今の仕事を全部投げ打ってもう下克上を起こすしかない、うん、と思ってるんだけどどうかなっていう話になったの。でもこれは今の生活もあって仕事もあってそれを全部ゼロにしてっていう意見があったわけ、その首謀者多分私とかここ二人ですよね、多分ね。そうそうそう、で、だからどうかなって考えてほしいって言った時に、うん、この人が嫌だって言ったの、うん、言ったそれ覚えてんのよ。今まで何にも言わなかったのこの人、うん、分かった分かったしか言わなかったのに、その時だけは嫌だって言ったので、今あることをやっぱ頑張ればゆくゆくそうなるんじゃないかっていうような、まあ予約だけどこれは、うん、そういうことを 言ってたの。それはねすっごい覚えてるの。俺もすっごい覚えてる。俺ねそれね、あれだよ、今目の前にあることを頑張れないやつが何頑張れんだって言ったのこの人、うん、そんなかっこいいこと言ったんだよ。いやそうなの、本当に言ったんだよ。その時ね、すごい強かったんだよね、すっごい強かった。そうなの、もうだから嫌だって言ったの。学園ドラマの教師じゃん。そうそう、本当にそう頑張れないやつがいや頑張れるんですか熱い部分だね。あ、ね、あ、そう、それはすごい覚えてる。だからなんかそこの俺の仕事のその根底はもうそこになっちゃったのよ。へえ、今あるものをマジか、そうそう、ちゃんとやろうって思うようになったのね。そのリーダーの言葉だったんだよな。オッケー、ハワイ楽しんでるかい。バーバーできるんだろ。今目の前にあることを頑張る。二宮は腰の痛みに耐えステージに立ち続けました。
9月20日ハワイライブ2日目、そして今日が最終日。あっという間の2日間だった。これもオフィシャル自撮りですよ。変わってんの急に。ニムさん体調の方は大丈夫ですか？大丈夫ですよ。全然余裕のよっちゃんです。前日のライブが終わってから腰の治療を受けた二宮、2日目は万全の体調で臨みました。ジャンプでの登場も決めて順調にライブは進みました。しかしさらなる困難がメンバーを襲います。突然猛烈な雨が降り出したのです。僕らのライブではなぜかよく雨が降ります。10周年記念のライブでも大雨が降りました。僕らはやっぱり名前の通り嵐を呼ぶグループで、それを一つずつ乗り越えてきたんだなぁと今実感しています。でも実は僕は自分が嵐でいることに悩んだことがありました。俺はいつ2006年ぐらいから正直やめようと思った。2006年って何？分かんない。アジア行く前アジア行く年だね。初めてアジア行った年。やめようと思ってたの？何、事務所？そう。なんで？なんでこの仕事してたらできないことに興味を持ち始めちゃった。例えばもう長い休日取ってとかできないじゃん。なんかインド行きたいとか言ってたのその時期じゃなかったっけ。もうそなんなか海外放浪したくなっちゃって言ってたね。でなんかもう単純にもう自由になりたいみたいな感じ。その気持ちがもうずっと起きて、あ俺このままこの気持ちのまま一緒に入れないなと思って、申し訳なくて、うん、マジか、すげえな、それ、うん、すっごい葛藤してた。あ、そう。ずっといつ頃落ち着くの、その気持ちは。その気持ちが落ち着いたのが10周年の時。へえ。あ、そう、うん、結構最近なのね。10周年迎えて、うん、もうすっごい尋常じゃないぐらい祝っていただいたじゃん。いや、それはそう。まあ、そうですね。そこでね、なんか我に返った感じ。もしあそこで走ってたら俺今頃沈んでるだろうなとかは思う。いやいやいや、それはそうなのかもしれないし、2006年段階であなたが仮に抜けちゃったら今の感じもないでしょ多分、うん、ないね。一人かけたらもうなんか違うね。やっていけないし、でもやりたくないよね。あの時はすっごいカットしてたね。そうなんだ。よかった、やめないで見てくれて。結構衝撃的だな今の。俺初めて喋ってたぶん。いやそうだね、話す機会ないしね、うん、ましてや雑誌のインタビューとかで一人で話すような内容でもないしね、うん、そうだね、重すぎる。重すぎるよね。受け止められないでしょ。俺らも紙面で見てもさ、なんかえ字面パンチありすぎるもん、ね、今だから言えると思える。そう、ね、まあもうそういう気がないからね。何年以上経ってるからね。皆さん本日は僕はライブの最後に今の自分の気持ちを話しました。いやもうでも本当にハワイについてモヤモヤしてた気持ちとかすごい思い出しました。でも
15年経って、その時のモヤモヤの、モヤモヤの気持ちだったり葛藤は今は正直ありません。それも本当にメンバーのみんなだったり、スタッフさんだったり、マネージャーだったり、そして何よりも15年支えてくれた皆さんのおかげだと思っています。15年経った今、僕は嵐でいてよかったと心の底から思っています。15年間互いに信頼し支え合ってきた嵐、今目の前にあることを一生懸命頑張る。5人が当たり前に繰り返してきたその結果が嵐の今につながっています。その素直でまっすぐな生き方こそが彼らの魅力、アイドルとして輝き続ける理由なのです。ゆっくりでもさ、遠回りしてもさ、止まんないようにさ、5人でこう歩いていけたら一番嬉しいけどな。戻ってもいいしね。なんか今遠回りしてもいいかもしれないよね。いいね。なんか、次の一手ですな。いいですな、次の一手どこに出すか。リアルガチでこのあと5人だけでご飯じゃないですか、はい、ちょっと次の話もしてみますか ね, ね。そうね、そうだね。そのご飯の話はまた、また話せないといいますかね。ハワイライブ終了。デビューから15年経ってた。気づけば泣いてた。本当にこの5人でよかった。このハワイでの時間は一生忘れません。素敵な旅をありがとう。国民的な人気を誇るアイドルグループ嵐、今年ハワイで大規模なライブを開催しました。日本からだけでなく世界中からファンが駆けつけ、2日間で3万人を動員。地元紙の報道によると、ハワイへの経済効果はおよそ22億円。ハワイ史上最大級のライブとなりました。実はハワイは嵐がデビューを発表した思い出の場所です。また今度ファンの皆さんとハワイに一緒に来て楽しめたらいいかなと思ってます。その言葉通り、デビューから15年を経て再びハワイに戻った嵐。ライブ終了後、5人で集まりました。今回
無人カメラを15台設置。こいつ自動で動くんだよね、うん、ほら自動で何が動いてるの。5人だけの空間で今だから語れる本音を告白します。まあ、実は嵐は、まあ、僕の年齢で、まあ、25歳ぐらいまでじゃねえかなと思っていた。正直やめようと思った。ごめん、正直な話すっげえムカついたな。そしてリーダー大野聡は毎日書いている日記を初公開。2002年8月5日メンバーと話し合った。これだ、うん、朝5時まで。ああこれだ、これだ。大野の視点で記録された嵐の知られざる過去が明かされます。頑張るとか書いてある。さらに嵐の今に迫ります。これまで見せてこなかった嵐のライブ制作の裏側に完全密着。 Hello everyone, good evening, we are 嵐、よろしくお願いします。あー、そんな感じ。いやでも最初はね、あれがいいの、かっこいいから。演出を担うのは松本潤。嵐にしかできないライブ作り、そしてステージにかける思いとは。面白いんだったら本当にすっげえ面白いって言われるようなのもやりたいし、なんとなくのノリで、あ、楽しいからいいねいいねっていうノリではやっぱ仕事したくないですよ。しかし本番で予期せぬアクシデントが発生します。ニノどうしたの。腰やっちゃったんですよ。さらに追い打ちをかけるように猛烈な雨がメンバーを襲います。さまざまな困難を乗り越え流した涙の訳とは。華やかな世界の頂点で活躍する嵐、15年間の葛藤、そして5人が今輝く理由が今夜初めて明かされます。嵐の大野聡です。今年僕たち嵐はデビュー15周年を迎え、思い出の地ハワイでライブをすることができました。オープニングはなんとヘリで登場しちゃいます。1曲目は僕らのデビュー曲「嵐」。ライブ序盤は嵐初期の歌からスタート。今回は15年の歴史を感じられるライブを目指しました。
9月17日ライブ本番2日前ハワイ到着。会場から海が見えた。会場に到着するなり真っ先にステージへ向かったのが松本潤。本当にこれ持ってきたっていうのはすごいよ。これ全部日本から運んできた？全部じゃないですね。部材でも結構持ってきてるのは多いですね。リフターとかもそうだし、機材も半分はそうだし。松本は嵐のライブの演出を担当しています。ライブで何をやるかは松本が中心となって考えています。嵐のコンサートは最新の舞台装置や照明を駆使した日本最高峰のエンターテインメント。誰もが驚く壮大なステージを常に生み出し続けています。観客の頭の上を通過する動くステージ、実は松本のアイデアから生まれたものです。ステージ下からも楽しむことができ、今やジャニーズのライブの定番となっています。まず最初に舞台装置の動きを確認する松本。自分たちでタイミングを出し舞台下から登場するシーン、嵐とスタッフ全員がぴったりと呼吸を合わせる必要があります。今回嵐のライブで初めて挑戦する演出がありました。ヘリコプターでの登場と退場です。オープニングで観客にインパクトを与えるための重要な演出。今回ヘリコプターにこだわった理由が松本にはありました。なんか15年間やってきた中でまだこれから続く道に歩み続けるんだけど、僕の中でそのハワイのライブっていうのがその途中に一瞬みんなで立ち寄った場所みたいなイメージだったんですね。だから旅の途中だし、だからヘリなんです。そしてハワイならではの演出を考える松本。リハーサル中常に時間を気にしていました。このコーナーって何個席というの？ライブバイト終わりが今6時30分。アコースティックだけで13、14分。実は松本は夕焼けが最も綺麗に見える時間を探っていました。ハワイで野外ライブを行うからには美しい夕焼けを生かしたい。選曲、演出、タイミング、ライブ全体の流れを決めるのが松本の最大の仕事です。用意したのは夕日を背負う特別ステージ。アコースティックアレンジした曲をハワイのミュージシャンと共演するのです。やばいさ、オンステージの地明かりをちょっと明るい色に変えてみてもらっていいですか？観客の目線に立ち、照明の色も細かく指示。
シーンを作り上げていきます。15年間嵐のライブを演出し、その責任を担ってきた松本、実はメンバーに対してずっと疑問を抱いてきました。コンサートの演出ってやりたいと思わないですか？そういうこと聞く？まあ15年やって今までそのライブどういうふうに感じてんのかなって。まあ嵐のコンサートをのクオリティがあるじゃないですか。はい。それは今まで松潤がやってきたところの高いクオリティってところだと俺は思ってるんだけど、そこに到達しなきゃならないという責任においてはちょっともうできねえなっていうのは結構本音のところかな。もうこの感じできないでしょ。できない。照明がなんだ、立ち位置がなんだ。一回なんかさ、その打ち合わせに松潤がいなくてさ、二人でさやったんだよね、叩き台を作るみたいな。なんだ、ワイバイテンだよ。ワイバイテンか、うん、しかも10周年の時。そう、そうやったの。最重要やったの。もう3人がね、忙しかったから、いないいなくて、よしじゃあ叩き作るかっつって、そうそうそう、ダーって作ったの。めっちゃ早かったよな、うん、全部なくなってた、その叩き台が。あれ本当に叩かれちゃったんだ。おお、叩かれちゃった。パシ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 。衝撃だったんだ。それ松潤は知ってたの？見て知ってた、見た。でなんでダメだったの？違う違う、ダメじゃないんですよ。ダメじゃないんだけど、10周年のライブじゃん、うん、だから、うん、すごいまあ派手にお祝いっぽいライブにしたかったわけですよ、うん、なんだけど1曲目俺もすごい好きな曲だったんだけど、すげえ地味な曲だったの。スタートが10周年のコンサートだよ。染みる感じにしたかったんだよ。やっぱりこうメジャーなところでやりたいなって思ったんで、並べ替えていいって多分言ったと思うんだけど、その時に。いや、並び替えていいって聞かれたのよ。で、だ普通並び替えるわけじゃん。総、うん、入れ替え。新規もんだよな。すみません。新規もんだよ。急な。なんかステージに立つ4人の動きを松本が下から指示。メンバーの絶対的な信頼があるからこそできる嵐ならではのライブ作りです。衣装を着替えなかったらそのままやってもらってもいいけど、これの着替えは翔ちゃんがラップやってる時に着替えればいいってことでしたっけ？ごめん、それ着替えなくす。はい、ワンポーズで通します。了解です。はい、すいません。ちょっと俺本当だったらね、自分もメンバーだから単純に体力も使うしステージだっつって、だから自分も立たなきゃ本当は申し訳ないなと思うんですけど。この日4人が帰った後も深夜までスタッフと打ち合わせを続けた松本、真剣だからこそメンバーと衝突することもありました。なんかさ、はい、仲いい仲いい言われて来たじゃん、うん、でもなんか気まずい空気っていうのはなかった、はあ、気まずい空気。まあシチュエーションによってあったね。俺もあったよ。うーん、俺が悪いの分かってて言えなかったっていうのもあった。へえ。それ最近だよね、松潤とね会ったの覚えてんだよ。へえ、うん、何去年じゃない？あ、そう、しょうがない。何それ？俺がソロ曲でリハーサルしてて、うん、でも松井はもうここフルでやんないよ、うん。でもちょっと自分的にちょっと持たない気がしてたの、ちょっと。ガンコラスにしてたんだ。そうそう。で、俺も頑固だから、いやこれいい、大丈夫なんだってなんか言ったんだよね。うん、俺松井がスラーっていなくなった、うん、そこで
あれ俺まずいこと言ったかなみたいなのは覚えてる。へー、覚えてる。それは覚えてる。あ、そう、覚えてる、ね、じゃあそこ2人共通で気まずくなってんだ。ごめん、正直な話すっげえムカついたな。なんでムカついたの。いや、全体の流れとしてこの尺内と次移動できませんこの次のブロックのために早くその長くやってくれっていう話をしたの俺は。だからその時に時間が足んないんだったらなんかこう違うものを用意してとかこういう風にしたらできるんじゃないっていう話とかもしたんだけど、いや、やだ、絶対この尺しか持たない、俺がやって持つのはこの尺しかないって言ってあ、じゃあいいっつってやんなくていいっていう話をしたの。すごい。へえ。いや俺もずっとな、あ、そう、なんでね、なんかごめんねって言えなかったんだよね。へえ。日記もあるのその時も。書いてたかな。これもう2010年もちゃんと書いてんだ。やめろよ。怖っ。お前これ本当にダメだよ。リアルガチだ。リアルガチ。やめろってマジで。見してみろって。マジでやめなさいよ。分かったよ。ありがとうの思いを伝えたいよ。そっと君のもとへ遠く離れてしまっても、思い出に満ちた未来へ目を閉じれば、君と過ごしたあの季節が思い浮かぶ、二人の記憶本番前日、リハーサル中に雨が降ってきました。じゃあ準備できましたので、ライブソロから、行きたいと思います。雨が降ると足元も滑りやすくなり危険が高まります。最悪中止になってしまう可能性もある野外でのライブ、天気に左右されるリスクとただ向き合うしかありません。相葉雅紀はそんな雨の中でも変わらない笑顔を見せていました。嵐のムードメーカー相葉、そして一番の努力家でもあります。相葉は現場で誰よりも汗をかき、いつも全力を出し切っています。じゃあパラドックスのケツ終わった位置からください。リフトアップのタイミングってどこか決まってる？まず、そんな努力家の彼だからこそ、ある病気にかかってしまったことがありました。2002年、19歳の時、サックスに挑戦する企画で練習をしすぎて、肺に穴が開いてしまったのです。仕事をキャンセルし、緊急入院。肺が痛いですよ。2002年にね、病気になった時ね、俺復帰できないと思った。もう終わりだと思った。嵐としてもそうだし。ん？じゃあ何？もしかしたらもう嵐辞めることに戻れないかもしれない、癖になるから。うん、で、ね、同じとこが破れる可能性がすごい高いですよ、再発率がすごい高いからって聞いた瞬間に、やっぱりほら歌って踊ったりっていうことがやっぱり僕ら基本だったから、うん、そんな感じだっていうのは俺ちょっと初めて聞いたわそれ。あ、本当？でもちろんその病気したのは知ってるけど、うん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 、そこまでの感じだったっていうのは俺はちょっと認識なかったな。俺もそうだな。戻れたことはすごい嬉しかったんだよね。相葉が復帰したのはハワイで行われたファンとのイベントの時。出発当日の朝に退院し、気力で参加した相葉。しかしこの時の出来事が
ハワイにわだかまりを残すことになりました。それこそね、あんまり激しい運動もできないし、まだ穴開いてるわけだから肺に。で、その時に嵐の4人がステージで歌を披露するわけですよ。まあ、一番端の方だよね。端の方からこうやってステージを見てたんだけど、4人が踊ってんのを、なんかもう何とも言えない気持ちになっちゃって、申し訳ない気持ちと、なんかさ、切ない気持ちと、もうどうしたらいいか分かんない気持ちになっちゃって、なんかそんなことがハワイであったから、今回ハワイでライブができて、で立てた時はその5人でこうね、ステージの上から見れる景色っていうのはやっぱり何とも言えなかったですよ、うん、嬉しかったよね。ようやくなんかこう取り返したじゃないけどさ、忘れてたものを一つ取り戻せたっていうか、決着がついたっていうか。念願のハワイのステージに立った相葉、思いが溢れてました。こんなチャンスないと思ってたけど、ハワイで5人でステージに立ちたいって、ずっと、いやいや前向きなさいよ、思ってたんですよ。いや前向きなさいよ。で15年経ってこういう機会をもらってね、で今日立てたんですよ。昨日も立てたし、すごく僕にとってはこの意味のあるハワイでのライブでした。9月19日、昨日の雨が嘘みたいに晴れた。炎天下のステージ、体力勝負になりそうだ。おはようございます。グッモーニング。暑い。昨日とまた打って変わった。雨よりはよっぽどいいけど、雨だとお客さんが大変だから。厳しい暑さの中でもライブに来てくれる観客のことを考える桜井。会場の外にも彼のアイディアが生かされました。用意されたのはたくさんの飲食店や待機場所。そもそも広大な空き地だったライブ会場、そこにみんなが楽しめる場所を作りたいという桜井の思いが実現しました。常に周りへの気遣いを欠かさない桜井、メンバーにとっても頼れる存在です。改めまして、大野聡です。僕は嵐のリーダーと言われていますが、正直リーダーらしいことは何もしていません。実は嵐を支える影のリーダーは桜井翔だと僕は思っています。ハワイのスタッフとも積極的にコミュニケーションを取っていた翔くん、本番直前、言葉の壁を越えてチームを一つにまとめてくれました。私の T シャツの文字抜いてください。 Everyone, all of staff check the monitor and check my T shirt. Aloha to everyone. Yeah.So, we're gonna do our best
Let's now make a special, grateful and wonderful stage with us. Right? Thank you! わかりやすいかな？みんな、ムービングステージのね、スタッフの人とか、みんな、なんかこう、やってくれるのよ。だから、一緒にやっぱ作ってる感じがあるから。嵐と嵐に関わる全ての人をまとめる影のリーダー櫻井翔。そんな櫻井だからこそ嵐の未来に不安を覚えたことがありました。華々しくデビューしたにもかかわらず3年が経っても伸び悩んでいた嵐。当時20歳になっていた櫻井は将来に希望が持てなくなっていたのです。まあ、実は嵐は、まあ、僕の年齢で、まあ、25歳ぐらいまでじゃねえかなと思っていた。なんかこう噛み合ってがないっていうかさ、なんかやれどもやれどもこうなんつうかな、嵐っていうのがこう形作られるのも時間かかるし、なかなかこうじゃあ仕事っていうのでも、まあ、うまくいってるかというとそうでもないと。てかね、10年続いているイメージがなかった。やーべえな俺らこれ、嵐って名前つけてもらってなんか成し遂げたかな、みたいなことをずっと考えてて、やーべえやーべえっていうのをずっと思ってた。そうなんだ。簡単に言うと持つかなっていう、俺は感じだったんだよね。だから松に近いと思う。日記もあるのその時も。これ。2000何年？2年です。2年。2002年8月5日。大阪前乗り。夜中1時ぐらいまでリハーサルやって、ホテル帰ってからメンバーと話し合った。これだ。朝5時まで。ああ、これだ。これだ。だってさ、毎日その頃朝まで話してるからさ、本番中ちょっと眠い時とかあったあった。嵐のこれからについて話しすぎて今が眠いっていう。今がね。今が大事だ。今が大事なの。やっぱ書いてあるよ。嵐にブレイクの兆しが見え始めたのはデビューから実に7年後。初めてのアジアツアーに挑戦し見事成功させます。大家好、我们是嵐、我是宋承润。人気の高まりとともに観客動員数も増え、2008年には7万人のファンを集め国立競技場で単独ライブを開催。そしてデビュー10周年で紅白歌合戦に初出場。今年で5年連続司会を務めます。いや、こんな夢みたいなところまで来れると思ってなかったから、一日でも長くこの夢が覚めないようにっていうのが、まあ目標というか、でもまあ目標なんだよな。ほんのちょっとのことできっとこぼれ落ちてっちゃうから、20周年も25周年もこうやってバカ笑いできてる、できるようにするっていうのが目標かな。嵐がブレイクするきっかけとなった2007年のラブソースイート、松本潤の出演ドラマ花より団子2の主題歌でした。
2009年デビュー10周年で発表した Believe。 この年にリリースしたベストアルバムは嵐初のミリオンセラーを達成しました。そう、僕らはずっと待ってる、いつまでたって待ってる、どこまでも続いている、一年心にずっと抱いてる、この夢きっと叶うはず、泣いて笑って進んでいく、髪広がってゆく、この胸に愛を、それぞれの愛を、生まれてきた意味を確かめ、ライブの中盤を盛り上げるヒットナンバーの数々。実はこの時あるアクシデントがメンバーを襲っていました。ニノどうしたの？腰やっちゃったんですけど、左足がしびれて。二宮が腰を負傷、肉離れを起こし、足がしびれるほどの激痛に襲われていました。いやスティックだけで13、14分。実は松本は夕焼けが最も綺麗に見える時間を探っていました。ハワイで野外ライブを行うからには美しい夕焼けを生かしたい。選曲、演出、タイミング、ライブ全体の流れを決めるのが松本の最大の仕事です。用意したのは夕日を背負う特別ステージ。アコースティックアレンジした曲をハワイのミュージシャンと共演するのです。観客の目線に立ち、照明の色も細かく指示、シーンを作り上げていきます。15年間嵐のライブを演出し、その責任を担ってきた松本。実はメンバーに対してずっと疑問を抱いてきました。コンサートの演出ってやりたいと思わないですか？そういうこと聞く？まあ15年やって今までそのライブどういうふうに感じてんのかなって。まあ嵐のコンサートをのクオリティがあるじゃないですか。はい、それは今まで松潤がやってきたところの高いクオリティってところだと俺は思ってるんだけど、そこに到達しなきゃならないという責任においてはちょっともうできねえなっていうのは結構本音のところかな。もうこの感じできないでしょ。できない。照明がなんだ、立ち位置がなんだ。一回なんかさ、その打ち合わせに松潤がいなくてさ、二人でさ、やったんだよね、叩き台を作るみたいな。何だっけ、バイバイ10だよ。バイバイ10か、うん。しかも10周年の時、そう、そうやったの、最重要。やったの、3人がね、忙しかったかな、いなくて、よし、じゃあ叩き作るかって言って、ダーって作ったの。めっちゃ早かったよな。うん、全部なくなってた、その叩き台が。あれ本当に叩かれちゃったんだ。パシ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 。衝撃だったな。それ松潤は知ってた、見て。知ってた、見た。で、
なんでダメだったの？違う違う、ダメじゃないんですよ。ダメじゃないんだけど、10周年のライブじゃん。だから、すごい、まあ派手にお祝いっぽいライブにしたかったわけですよ。なんだけど、1曲目、俺もすごい好きな曲だったんだけど、すげえ地味な曲だったの。スタートが10周年のコンサートだよ。染みる感じにしたかったんだよ。やっぱりこう、メジャーなところでやりたいなって思ったんで、並び替えていいって多分言ったと思うんだけど、その時に。いや、並び替えていいって聞かれたのよ。で、でさ、普通並び替えるわけじゃん。そう入れ替え。新規もんだよな。すみません。新規もんだよ、急な。なんか、ステージに立つ4人の動きを松本が下から指示。メンバーの絶対的な信頼があるからこそできる嵐ならではのライブ作りです。衣装を着替えなかったらそのままやってもらってもいいって言ってあのこれの着替えは翔ちゃんがラップやってる時に着替えればいいってことでしたっけ。ごめん、それ着替えなくす。はい、ワンポーズで通します。了解です。はい、すいません。どれ本当だったらね、自分もメンバーだから単純に体力も使うしステージ立つって、だから自分も立たなきゃ僕は申し訳ないなと思うんですけど。この日4人が帰った後も深夜までスタッフと打ち合わせを続けた松本。真剣だからこそメンバーと衝突することもありました。なんかさ、はい、仲いい仲いい言われてきたじゃん、うん、でもなんか気まずい空気っていうのはなかった、はあ、気まずい空気、まあシチュエーションによってあったね。俺もあったよ。俺が悪いの分かってて言えなかったっていうのもあった。へえ。それ最近だよね。松潤とね会ったの覚えてんだよ。へえ、うん、何何去年じゃない。あ、そうしょうがない。何それ。俺がソロ曲でリハーサルしてて、うん、でも松潤はもうここフルでやんないよ、うん、でもちょっと自分的にちょっと持たない気がしてたの、ちょっとワンコーラスにしてたんだ。そうそう、うん、で俺も頑固だから、うん、いやこれいい大丈夫なんだってなんか言ったんだよね、うん、俺で松潤がスラーって いなくなったの、うん、そこであれ俺まずいこと言ったかなみたいなのは覚えてる。へえ、覚えてる。それは覚えてる。あ、そうだ、ね、あ、じゃあそこ2人共通で気まずくなってんだ。ごめん、正直な話すっげえムカついたな。なんでムカついたの。いや全体の流れとしてこの尺ないと次移動できません。この次のブロックのために早くその長くやってくれっていう話をしたの俺は。だからその時に時間が足んないんだったらなんかこう違うものを用意してとかこういう風にしたらできるんじゃないっていう話とかもしたんだけど、いや、やだ、絶対この尺しか持たない、俺がやって持つのはこの尺しかないっていう。あ、じゃあいいっつってやんなくていいっていう話をしたの。すごい。へえ。いや俺もずっとな、あ、そう、なんでね、なんかごめんねって言えなかったんだよね。へえ。日記もあるの、その時も書いてたかな。これもう2010年もちゃんと書いてんだ。やめろよ。怖っ。これでも本当にダメだよ。リアルガチだよ。リアルガチ。ちょっと見せてみろ。やめろってマジで。見せてみろって。マジでやめなさいよ。分かったよ。
本番前日、リハーサル中に雨が降ってきました。じゃあ準備できましたので、ファイブソロから、いきたいと思います。雨が降ると足元も滑りやすくなり、危険が高まります。最悪中止になってしまう可能性もある野外でのライブ。天気に左右されるリスクとただ向き合うしかありません。相葉雅紀はそんな雨の中でも変わらない笑顔を見せていました。嵐のムードメーカー相葉、そして一番の努力家でもあります。相葉は現場で誰よりも汗をかき、いつも全力を出し切っています。じゃあパラドックスのケツ終わった位置からください。リフトアップのタイミングってどこか決まってる？そんな努力家の彼だからこそ、ある病気にかかってしまったことがありました。2002年、19歳の時、サックスに挑戦する企画で練習をしすぎて、肺に穴が開いてしまったのです。仕事をキャンセルし、緊急入院。あ、肺が痛いですよ。2002年にね、病気になった時ね、俺復帰できないと思った。もう終わりだと思った。嵐としてもそうだし。ん？じゃあ何？もしかしたらもう嵐辞めることに戻れないかもしれない。癖になるから、で、うん、同じとこが破れる可能性がすごい高いですよ、再発率がすごい高いからって聞いた瞬間に、やっぱりほら歌って踊ったりっていうことがやっぱり僕ら基本だったから、うん、そんな感じだっていうのは俺ちょっと初めて聞いたわ、それ。あ、本当。もちろんその病気したのは知ってるけど、そこまでの感じだったっていうのは俺はちょっと認識なかったな。俺もそうだな。本当。でも戻れたことはすごい嬉しかったんだよね。相葉が復帰したのはハワイで行われたファンとのイベントの時。出発当日の朝に退院し、気力で参加した相葉。しかし、この時の出来事がハワイにわだかまりを残すことになりました。それこそね、あんまり激しい運動もできないし、まだ穴開いてるわけだから肺に。で、その時に嵐の4人がステージで歌を披露するわけですよ。まあ、一番端の方だよね。端の方からこうやってステージを見てたんだけど、4人が踊ってんのなんかもう何とも言えない気持ちになっちゃって、申し訳ない気持ちと、なんかさ、切ない気持ちと、もうどうしたらいいか分かんない気持ちになっちゃって、なんかそんなことがハワイであったから、今回ハワイでライブができて、で、立てた時はその5人でこうね、ステージの上から見る景色っていうのはやっぱり何とも言えなかったですよ。嬉しかったよね。ようやくなんかこう取り返したじゃないけどさ、忘れてたものを一つ取り戻せたっていうか、決着がついたっていうか。念願のハワイのステージに立った相葉、思いが溢れてました。こんなチャンスないと思ってたけど、ハワイで5人でステージに立ちたいって。ずっと、いやいや前向きなさいよ、思ってたんですよ。いや前向きなさいよ。で、15年経ってこういう機会をもらってね、で、今日立てたんですよ。昨日も立てたし、すごく僕にとってはこの意味のあるハワイでのライブでした。
9月19日、昨日の雨が嘘みたいに晴れた。炎天下のステージ、体力勝負になりそうだ。おはようございます。もういいよ。暑い。昨日とまた打って変わった。雨よりはよっぽどいいけど、雨だとお客さんが大変だから。厳しい暑さの中でもライブに来てくれる観客のことを考える桜井。会場の外にも彼のアイディアが生かされました。用意されたのはたくさんの飲食店や待機場所。そもそも広大な空き地だったライブ会場、そこにみんなが楽しめる場所を作りたいという桜井の思いが実現しました。常に周りへの気遣いを欠かさない桜井。メンバーにとっても頼れる存在。まあ、まあ、もうそういう気がないからね。何もない状態っていうかね。皆さん、本日は僕はライブの最後に今の自分の気持ちを話しました。いや、もうでも本当にハワイについてもやもやしてた気持ちとかすごい思い出しました。でも15年経って その時のモヤモヤの気持ちだったり葛藤は今は正直ありません。それも本当にメンバーのみんなだったりスタッフさんだったりマネージャーだったり、そして何よりも15年支えてくれた皆さんのおかげだと思っています。15年経った今、僕は嵐でいてよかったと心の底から思っています。15年間互いに信頼し支え合ってきた嵐。今目の前にあることを一生懸命頑張る。5人が当たり前に繰り返してきたその結果が嵐の今につながっています。その素直でまっすぐな生き方こそが彼らの魅力、アイドルとして輝き続ける理由なのです。ゆっくりでもさ、遠回りしてもさ、止まんないようにさ、5人でこう歩いていけたら一番嬉しいけどな。戻ってもいいしね。なんか今遠回りしてもいいかもしれないよね。
いいね。なんか、うん、次の一手ですな。いいですな、次の一手どこに出すか。リアルガチでこのあと5人だけでご飯じゃないですか、うん、はい、ちょっと次の話もしてみますか ね、 ね、そうね、そうだね、そのご飯の話はまたまた話すまたいますかね。ハワイライブ終了。デビューから15年経ってた。気づけば泣いてた。本当にこの5人でよかった。このハワイでの時間は一生忘れません。素敵な旅をありがとう。国民的な人気を誇るアイドルグループ嵐、今年ハワイで大規模なライブを開催しました。日本からだけでなく世界中からファンが駆けつけ、2日間で3万人を動員。地元紙の報道によると、ハワイへの経済効果はおよそ22億円。ハワイ史上最大級のライブとなりました。実はハワイは嵐がデビューを発表した思い出の場所です。また今度ファンの皆さんとハワイに一緒に来て楽しめたらいいかなと思ってます。その言葉通り、デビューから15年を経て再びハワイに戻った嵐。ライブ終了後、5人で集まりました。今回、無人カメラを15台設置。こいつ自動で動くんだよね。ほら、自動で何が動いてるの。5人だけの空間で、今だから語れる本音を告白します。まあ、実は嵐は僕の年齢で、まあ、25歳ぐらいまでじゃねえかなと思っていた。正直やめようと思った。ごめん、正直な話すっげえムカついた。そしてリーダー大野聡は毎日書いている日記を初公開。2002年8月5日メンバーと話し合った。これだ。朝5時まで。ああ、これだ、これだ。大野の視点で記録された嵐の知られざる過去が明かされます。頑張るとか書いてある。さらに嵐の今に迫ります。これまで見せてこなかった嵐のライブ制作の裏側に完全密着。 Hello everyone, good evening, we are 嵐、 よろしくお願いします。あ、そういう感じ。いやでも最初ね、あれがいいの、かっこいいから。演出を担うのは松本潤。嵐にしかできないライブ作り、そしてステージにかける思いとは。面白いんだったら本当にすっげえ面白いって言われるようなものをやりたいし、なんとなくのノリで、あ、楽しいからいいねいいねっていうノリではやっぱ仕事したくないですよ。しかし本番で予期せぬアクシデントが発生します。どうしたの？腰やっちゃったんで。てかジャンプアップやめる？大丈夫です。早めにスナイプダウンさせといてください。いける？うん。さらに追い打ちをかけるように猛烈な雨がメンバーを襲います。さまざまな困難を乗り越え、流した涙の訳とは。華やかな世界の頂点で活躍する嵐。15年間の葛藤、そして5人が今輝く理由が今夜
初めて明かされます。嵐の大野聡です。今年僕たち嵐はデビュー15周年を迎え、思い出の地ハワイでライブをすることができました。オープニングはなんとヘリで登場しちゃいます。1曲目は僕らのデビュー曲嵐。だから試合とは甘いの、それでも試合は今日だ、そうさ僕らスーパーワンウィークアクルー、嫌なことあってもどうかでカッコつけよう、やるだけやるけどいいでしょ、夢だけどさいいでしょ。 You are my soul soul、いつもすぐそばにある、ライブ序盤は嵐初期の歌からスタート。今回は15年の歴史を感じられるライブを目指しました。9月17日、ライブ本番2日前、ハワイ到着。会場から海が見えた。会場に到着するなり、真っ先にステージへ向かったのが松本潤。本当にこれ持ってきたっていうのはすごいよ。これ全部日本から運んできた？全部じゃないですね、部材でも結構持ってきてるのは多いですね。リフターとかもそうだし、機材も半分はそうだし、松本は嵐のライブの演出を担当しています。ライブで何をやるかは松本が中心となって考えています。嵐のコンサートは最新の舞台装置や照明を駆使した日本最高峰のエンターテインメント。誰もが驚く壮大なステージを常に生み出し続けています。観客の頭の上を通過する動くステージ、実は松本のアイデアから生まれたものです。ステージ下からも楽しむことができ、今やジャニーズのライブの定番となっています。まず最初に舞台装置の動きを確認する松本。自分たちでタイミングを出し舞台下から登場するシーン、嵐とスタッフ全員がぴったりと呼吸を合わせる必要があります。
今回嵐のライブで初めて挑戦する演出がありました。ヘリコプターでの登場と退場です。オープニングで観客にインパクトを与えるための重要な演出。今回ヘリコプターにこだわった理由が松本にはありました。なんか15年間やってきた中でまだこれから続く道に歩み続けるんだけど、僕の中でそのハワイのライブっていうのがその途中に一瞬みんなで立ち寄った場所みたいなイメージだったんですね。だから旅の途中だし、だからヘリなんですよ。そしてハワイならではの演出を考える松本。リハーサル中常に時間を気にしていました。国民的な人気を誇るアイドルグループ嵐、今年ハワイで大規模なライブを開催しました。日本からだけでなく世界中からファンが駆けつけ、2日間で3万人を動員。地元紙の報道によるとハワイへの経済効果はおよそ22億円。ハワイ史上最大級のライブとなりました。実はハワイは嵐がデビューを発表した思い出の場所です。また今度ファンの皆さんとハワイに一緒に来て楽しめたらいいかなと思ってます。その言葉通り、デビューから15年を経て再びハワイに戻った嵐。お疲れ様でした。ライブ終了後5人で集まりました。今回無人カメラを15台設置。こいつ自動で動くんだよね、うん、ほら自動で何が動いてるの。5人だけの空間で今だから語れる本音を告白します。まあ、実は嵐は、まあ、僕の年齢で、まあ、25歳ぐらいまでじゃねえかなと思っていた。正直やめようと思った。ごめん、正直な話すっげえムカついたそしてリーダー大野聡は毎日書いている日記を初公開。2002年8月5日メンバーと話し合った。これだ、朝5時まで。ああ、これだこれだ。大野の視点で記録された嵐の知られざる過去が明かされます。頑張るとか書いてある。さらに嵐の今に迫ります。これまで見せてこなかった嵐のライブ制作の裏側に完全密着。ハローエブリワン、グッドイブニング、アワシ、よろしくお願いします。あ、そんな感じ。いやでも最初ね、あれがいいの、かっこいいから。演出を担うのは松本潤。嵐にしかできないライブ作り、そしてステージにかける思いとは。面白いんだったら本当にすっげえ面白いって言われるようなものをやりたいし、なんとなくのノリで、あ、楽しいからいいねいいねっていうノリではやっぱ仕事したくないですよ。しかし本番で予期せぬアクシデントが発生します。ニードどうしたの。腰やっちゃったんですね。さらに追い打ちをかけるように猛烈な雨がメンバーを襲います。さまざまな困難を乗り越え流した涙の訳とは。
華やかな世界の頂点で活躍する嵐。15年間の葛藤、そして5人が今輝く理由が今夜初めて明かされます。嵐の大野聡です。今年僕たち嵐はデビュー15周年を迎え、思い出の地ハワイでライブをすることができました。オープニングはなんとヘリで登場しちゃいます。1曲目は僕らのデビュー曲嵐。だから試合とは上手いの、それでも試合は決まらない、そうさ僕らスーパーワイルド。やることあるけど金かっこつけよう、やるだけやるけどいいでしょ、夢だけどさいいでしょ。 You are my soul soul、 いつもすぐそばにある、譲れないよ、誰も邪魔できない、体中に風を集めて巻き起こせ嵐、嵐ボーディー。ライブ序盤は嵐初期の歌からスタート。今回は15年の歴史を感じられるライブを目指しました。9月17日、ライブ本番2日前、ハワイ到着。会場から海が見えた。会場に到着するなり、真っ先にステージへ向かったのが松本潤。本当にこれ持ってきたっていうのはすごいよ。これ全部日本から運んできた？全部じゃないですね、部材でも結構持ってきてるのは多いですね。リフターとかもそうだし、機材も半分はそうだし、松本は嵐のライブの演出を担当しています。ライブで何をやるかは松本が中心となって考えています。嵐のコンサートは最新の舞台装置や照明を駆使した日本最高峰のエンターテインメント。誰もが驚く壮大なステージを常に生み出し続けています。観客の頭の上を通過する動くステージ、実は松本のアイデアから生まれたものです。ステージ下からも楽しむことができ、今やジャニーズのライブの定番となっています。まず最初に舞台装置の動きを確認する松本。
自分たちでタイミングを出し舞台下から登場するシーン、嵐とスタッフ全員がぴったりと呼吸を合わせる必要があります。オッケー。チェックな。今回嵐のライブで初めて挑戦する演出がありました。ヘリコプターでの登場と退場です。オープニングで観客にインパクトを与えるための重要な演出。今回ヘリコプターにこだわった理由が松本にはありました。なんか15年間やってきた中でまだこれから続く道に歩み続けるんだけど、僕の中でそのハワイのライブっていうのがその途中に一瞬みんなで立ち寄った場所みたいなイメージだったんですね。だから旅の途中だし、だからヘリなんですよ。そしてハワイならではの演出を考える松本、リハーサル中常に時間を気にしていました。そのコーナーって何個してきてるの？ファイブバイト終わりが今6時30分アコースティックだけで13分、14分。実は松本は夕焼けが最も綺麗に見える時間を探っていました。ハワイで野外ライブを行うからには美しい夕焼けを生かしたい。選曲、演出、タイミング、ライブ全体の流れを決めるのが松本の最大の仕事です。用意したのは夕日を背負う特別ステージ。アコースティックアレンジした曲をハワイのミュージシャンと共演するのです。観客の目線に立ち、照明の色も細かく指示、シーンを作り上げていきます。15年間嵐のライブを演出し、その責任を担ってきた松本、実はメンバーに対してずっと疑問を抱いてきました。コンサートの演出ってやりたいと思わないですか？そういうこと聞く？まあ15年やって今までそのライブどういうふうに感じてんのかなって。まあ嵐のコンサートをのクオリティがあるじゃないですか。はい、それは今まで松潤がやってきたところの高いクオリティってところだと俺は思ってるんだけど、そこに到達しなきゃならないという責任においてはちょっともうできねえなっていうのは結構本音のところかな。もうこの感じできないでしょ。できない。照明がなんだ、立ち位置がなんだ。一回なんかさ、その打ち合わせに松潤がいなくてさ、二人でさ、やったんだよね、叩き台を作るみたいな。何だっけ？ファイブバイテンだよ。ファイブバイテンか、うん。しかも10周年の時。そう、やったの、最重要。やったの、3人がね、忙しかったから、いなくて。よし、じゃあ叩き作るかって言って、ダーって作ったの。めっちゃ早かったよな。うん、全部なくなってた。その叩き台が。あれ？本当に叩かれちゃったんだ。叩かれちゃった。パシ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 。衝撃だったな。それ松潤は知ってたの？見て。知ってた、見た。で、
なんでダメだったの？違う違う、ダメじゃないんですよ。ダメじゃないんだけど、10周年のライブじゃん。だから、すごい、まあ派手にお祝いっぽいライブにしたかったわけですよ。なんだけど、1曲目、俺もすごい好きな曲だったんだけど、すげえ地味な曲だったの。スタートが10周年のコンサートだよ。しみる感じにしたかったんだよ。やっぱりこうメジャーなところでやりたいなって思ったんで、並べ替えていいって多分言ったと思うんだけど、その時に。いや、並び替えていいって聞かれたのよ。で、だ普通並び替えるわけじゃん、うん、そう入れ替え新規もんだよな。すいませんでした。新規もんだよ、急な。なんかステージに立つ4人の動きを松本が下から指示。メンバーの絶対的な信頼があるからこそできる嵐ならではのライブ作りです。ちなみに衣装を着替えられなかったらそのままやってもいいって言ってるんですか？これの着替えは翔ちゃんがラップやってる時に着替えればいいってことでしたっけ？ごめん、それ着替えなくす。はい、ワンポーズで通します。了解です。はい、すいません。ちょっと俺本当だったらね、自分もメンバーだから単純に体力も使うしステージ立つって、だから自分も勝たなきゃここは申し訳ないなと思うんですけど。この日4人が帰った後も深夜までスタッフと打ち合わせを続けた松本。真剣だからこそメンバーと衝突することもありました。なんかさ、はい、仲いい仲いい言われてきたじゃん、うん、でもなんか気まずい空気っていうのはなかった、はあ、気まずい空気。まあシチュエーションによってあったね。俺もあったよ。俺が悪いの分かってて言えなかったっていうのもあった。へえ。それ最近だよね。松潤とね会ったの覚えてんだよ。へえ、うん、何去年じゃない？あ、そうしょうがない。何それ？俺がソロ曲でリハーサルしてて、うん、でも松潤はもうここフルでやんなよ、うん、でもちょっと自分的にちょっと持たない気がしてたの、ちょっとワンコラスにしてたんだ。そうそう、で俺も頑固だから、いやこれいい大丈夫なんだってなんか言ったんだよね。ほ、うん、で松潤がスラーっていなくなったの、うん、そこで俺まずいこと言ったかなみたいなのは覚えてる。へえ、覚えてる。それは覚えてる。あ、そう、覚えてる、ね、あ、じゃあそこ2人共通で気まずくなってんだ。ごめん、正直な話すっげえムカついたな。なんでムカついたの？いや全体の流れとしてこの尺内と次移動できません。この次のブロックのために早くその長くやってくれっていう話をしたの俺は。だからその時に時間が足んないんだったらなんかこう違うものを用意してとか、こういう風にしたらできるんじゃないっていう話とかもしたんだけど、いや、やだ、絶対この尺しか持たない、俺がやって持つのはこの尺しかないっていう。あ、じゃあいいっつって、やんなくていいっていう話をしたの、すごい。へえ。いや、俺もずっと、あ、そう、なんでね、なんかごめんねって言えなかったんだよね。日記もあるの、その時も書いてたかな。これもう2010年もちゃんと書いてんだ。やめろよ。怖っ。お前これで本当にダメだよ。リアルガチだよ。リアルガチ。やめろってマジで。見してみろって。マジでやめなさいよ。I'm not afraid to die.
本番前日、リハーサル中に雨が降ってきました。じゃあ準備できましたので、ライブソロから、行きたいと思います。雨が降ると足元も滑りやすくなり、危険が高まります。最悪中止になってしまう可能性もある野外でのライブ。天気に左右されるリスクとただ向き合うしかありません。相葉雅紀はそんな雨の中でも変わらない笑顔を見せていました。嵐のムードメーカー相葉、そして一番の努力家でもあります。相葉は現場で誰よりも汗をかき、いつも全力を出し切っています。じゃあ体の血の血終わった位置からください。リフトアップのタイミングってどこか決まってる？まず、そんな努力家の彼だからこそ、ある病気にかかってしまったことがありました。2002年、19歳の時、サックスに挑戦する企画で練習をしすぎて、肺に穴が開いてしまったのです。仕事をキャンセルし、緊急入院。あ、肺が痛いですよ。2002年にね、病気になった時ね、俺復帰できないと思った。もう終わりだと思った。嵐としてもそうだし。ん？じゃあ何？もしかしたらもう嵐辞めることに戻れないかもしれない。癖になるから、うん、で、まあね、同じとこが破れる可能性がすごい高いですよ。再発率がすごい高いからって聞いた瞬間に、やっぱりほら歌って踊ったりっていうことがやっぱり僕ら基本だったから、うん、そんな感じだっていうのは俺ちょっと初めて聞いたわ、それ。あ、本当？でもちろんその病気したのは知ってるけど、うんうんうん、そこまでの感じだったっていうのは俺はちょっと認識なかったな。俺もそうだな。本当？でも戻れたことはすごい嬉しかったんだよね。相葉が復帰したのはハワイで行われたファンとのイベントの時。出発当日の朝に退院し、気力で参加した相葉。しかしこの時の出来事がハワイにわだかまりを残すことになりました。それこそね、あんまり激しい運動もできないし、まだ穴開いてるわけだから肺に。でその時に嵐の4人がステージで歌を披露するわけですよ。まあ、一番端の方だよね。端の方からこうやってステージを見てたんだけど、4人が踊ってんのなんかもう何とも言えない気持ちになっちゃって、申し訳ない気持ちと、なんかさ、切ない気持ちと、もうどうしたらいいか分かんない気持ちになっちゃって、なんかそんなことがハワイであったから、今回ハワイでライブができて、で立てた時はその5人でこうね、ステージの上から見る景色っていうのはやっぱり何とも言えなかったですよ。うん、嬉しかったよね。ようやくなんかこう取り返したじゃないけどさ、忘れてたものを一つ取り戻せたっていうか、決着がついたっていうか。念願のハワイのステージに立った相葉、思いが溢れてました。こんなチャンスないと思ってたけど、ハワイで5人でステージに立ちたいって。ずっと、いやいや前向きなさいよ、思ってたんですよ。いや前向きなさいよ。で15年経ってこういう機会をもらってね、で今日立てたんですよ。昨日も立てたし、すごく僕にとってはこの意味のあるハワイでのライブでした。
月19日、昨日の雨が嘘みたいに晴れた。炎天下のステージ、体力勝負になりそうだ。おはようございます。モレイデロアクセ。昨日とまた打って変わってる。雨よりはよっぽどいいけど、雨だとお客さんが大変だから。厳しい暑さの中でもライブに来てくれる観客のことを考える桜井。会場の外にも彼のアイディアが生かされました。用意されたのはたくさんの飲食店や待機場所。そもそも広大な空き地だったライブ会場、そこにみんなが楽しめる場所を作りたいという桜井の思いが実現しました。常に周りへの気遣いを欠かさない桜井。メンバーにとっても頼れる存在です。改めまして、大野聡です。僕は嵐のリーダーと言われていますが、正直リーダーらしいことは何もしていません。実は嵐を支える影のリーダーは桜井翔だと僕は思っています。おめでとうございます。ハワイのスタッフとも積極的にコミュニケーションを取っていた翔くん、本番直前言葉の壁を越えてチームを一つにまとめてくれました。私の T シャツの文字抜いてください。Everyone, all of staff, check the monitor and check my T-shirt. Aloha to everyone. Yeah, so we're gonna do our best. Let's gonna make a special, grateful and wonderful stage with us. Right? Thank you. わかりやすいかな。みんな。ムービングステージの、ね、スタッフの人とかみんななんかこうやってくれるのよ。だから一緒にやっぱ作ってる感じがあるから。嵐と嵐に関わる全ての人をまとめる影のリーダー桜井翔。そんな桜井だからこそ嵐の未来に不安を覚えたことがありました。華々しくデビューしたにもかかわらず3年が経っても伸び悩んでいた嵐。当時20歳になっていた桜井は将来に希望が持てなくなっていたのです。まあ、実は嵐は、まあ、僕の年齢で、まあ、25歳ぐらいまでじゃねえかなと思っていた。なんかこう噛み合ってがないっていうかさ、なんかやれどもやれどもこうなんつうかな、嵐っていうのがこう形作られるのも時間かかるし、なかなかこうじゃあ仕事っていうのでも、まあ、うまくいってるかっていうとそうでもないと。てかね、10年続いているイメージがなかった。やーべえな俺らこれ、嵐って名前つけてもらってなんか成し遂げたかなみたいなことをずっと考えてて、やべえやべえっていうのをずっと思ってた。そうなんだ。簡単に言うと持つかなっていう、俺は感じだったんだよね。だから松に近いと思う。日記もあるのその時のこれ2000何年2年ですね。2002年8月5日大阪前乗り、夜中1時ぐらいまでリハーサルやってホテル帰ってからメンバーと話し合った。これだ、
朝5時まで。ああ、これだ。これだ。だってさ、毎日その頃朝まで話してるからさ、うん、本番中ちょっと眠い時とかあった、ね、あったあった。嵐のこれからについて話しすぎて今が眠いっていう。今がね、今が大事。今が大事なの。やっぱ書いてあるよ。嵐にブレイクの兆しが見え始めたのはデビューから実に7年後。初めてのアジアツアーに挑戦し見事成功させます。大家好，我们是阿拉西，我是宋本润。人気の高まりとともに観客動員数も増え、2008年には7万人のファンを集め、国立競技場で単独ライブを開催。そしてデビュー10周年で紅白歌合戦に初出場。今年で5年連続司会を務めます。いや、こんな夢みたいなところまで来れると思ってなかったから、一日でも長くこの夢が覚めないようにっていうのが、まあ目標というか、でもまあ目標なんだよな。ほんのちょっとのことできっとこぼれ落ちてっちゃうから、20周年も25周年もこうやってバカ笑いできてる、できるようにするっていうのが目標かな。嵐がブレイクするきっかけとなった2007年のラブソースイート、松本潤の出演ドラマ花より団子2の主題歌でした。2009年デビュー10周年で発表した Believe。 この年にリリースしたベストアルバムは嵐初のミリオンセラーを達成しました。ライブの中盤を盛り上げるヒットナンバーの数々。実はこの時あるアクシデントがメンバーを襲っていました。どうした？腰やっちゃったんです。左足がしびれて、二宮が腰を負傷、肉離れを起こし足がしびれるほどの激痛に襲われていました。いやー、あと1分。しかも次の登場は高いジャンプが見せ場のシーン。腰に大きな負担がかかります。
心配そうに駆け寄る松本。結構ジャンプアップやね。あ、大丈夫。早めに自動エッグダウンさせといてください。いける？うん。スライドでもいいよ。スライドにしようよ。下がってない、下がってない。スライドアップ。スライドアップ。オッケー、オッケー。行きは自分たちで出せ。メンバー自身の判断でジャンプでの登場を取りやめ、ゆっくりと立ち上がるスライドアップ登場に急遽変更しました。あと30秒です。このコンサートの肝になる人っていうのはやっぱり私が全部痛いし辛いけど、まあ、自分たちが何かをするときにお金をいただくっていう行動っていうのは、僕はこの時間にお金を払ってもらってるもんだと思ってるから、その時間を自分たちが預かってるときに自分の理由でクオリティを下げたりすることは許されないと思ってる。ハワイ来てで、なんか腰が痛いからあんまり動けませんって言われるとすごく嫌だもんね。金貸してほしいなと思っちゃうし。この日二宮が辛そうな表情を見せたのはスポットライトが消えたほんの一瞬だけ。彼が持つ高いプロ意識、その支えとなっているのはかつてメンバーが口にしたある言葉でした。あれ何年ぐらいだったかな、若い頃、だいぶ若い頃で、みんなでお蕎麦屋さん行ってなんか話したんだよ。話した。2002年、3年ぐらいじゃない？すごいね。で、今の状況を打破するには今の仕事を全部投げ打ってもう下克上を起こすしかない、うん、と思ってるんだけどどうかなっていう話になったの。でもこれは今の生活もあって仕事もあってそれを全部ゼロにしてっていう意見があったわけ。その首謀者多分私とかここ二人ですよね。多分ね。そうで、だからどうかなって考えてほしいって言った時に、うん、この人が嫌だって言ったの、うん、言った。え、それ覚えてんのよ。今まで何にも言わなかったのこの人。うん、分かった分かったしか言わなかったのに、その時だけは嫌だって言ったの。で、今あることをやっぱ頑張ればゆくゆくそうなるんじゃないかっていうような、まあ予約だけどこれは、うん、そういうことを 言ってたの。それはね、すっごい覚えてるの。俺もすっごい覚えてる。俺ね、それね、あれだよ、今目の前にあることを頑張れないやつが何頑張れんだって言ったのこの人、うん。そんなかっこいいこと言ったんだよ。いや、そうなんだ。本当に言ったんだよ。その時ね、すごい強かったんだよね、この人。すっごい強かった。そうなの？もうだから嫌だって言ったの。学園ドラマの教師じゃん。そうそう、本当にそう。今頑張れないやつが。いや、もう頑張れるんですか。熱い部分だね、リーダーのね。ああ、そう。それはすごい覚えてる。だから、なんかそこの俺の仕事のその根底はもうそこになっちゃったのよ。今あるものをマジか、そうそう、ちゃんとやろうって思うようになったのね。そのリーダーの言葉だったんだよな。オッケー、ハワイ楽しんでるかい。まだまだいけんだろ。今目の前にあることを頑張る。二宮は腰の痛みに耐えステージに立ち続けました。
9月20日ハワイライブ2日目、そして今日が最終日。あっという間の2日間だった。やってたらこれもオフィシャルです。変わってんの急に。ニムさん体調の方は大丈夫ですか？大丈夫ですよ。全然余裕のよっちゃんです。前日のライブが終わってから腰の治療を受けた二宮、2日目は万全の体調で臨みました。ジャンプでの登場も決めて順調にライブは進みました。しかし、さらなる困難がメンバーを襲います。突然、猛烈な雨が降り出したのです。僕らのライブでは、なぜかよく雨が降ります。10周年記念のライブでも、大雨が降りました。僕らはやっぱり名前の通り嵐を呼ぶグループで、それを一つずつ乗り越えてきたんだなぁと今実感しています。でも実は僕は自分が嵐でいることに悩んだことがありました。俺はいつ2006年ぐらいから正直やめようと思った。2006年って何？わかんない。アジア行く前アジア行く年だね。初めてアジア行った年、うん、やめようと思ってたの。何？事務所？そう。おう、なんで？この仕事してたらできないことに興味を持ち始めちゃった。例えば？もう長い休日取ってとかできないじゃん。なんかインド行きたいとかしたのもその時期じゃなかったっけ。もうそんな長く海外放浪したくなっちゃって言ってたね。でなんかもう単純にもう自由になりたいみたいな感じ。うん、その気持ちがもうずっと起きて、あ、俺このままこの気持ちのまま一緒にいれないなと思って、申し訳なくて、マジか、すげえな。すっごい葛藤してた。あ、そう。ずっといつ頃落ち着くの、その気持ちは。その気持ちが落ち着いたのが10周年の時。へえ。あ、そう、うん、結構最近なのね。10周年迎えて、うん、もうすっごい尋常じゃないぐらい祝っていただいたじゃん。いや、それはそう。まあ、そうですね。そこでね、なんか我に返った感じ。もしあそこで走ってたら俺今頃沈んでるだろうなとかは思う。いやいやいや、それはそうなのかもしれないし、2006年段階であなたが仮に抜けちゃったら今の感じもないでしょ、多分、うん、ないね。一人かけたらもうなんか違うね。やっていけないし、でもやりたくないよ、ね、あの時はすっごいカットしてたね。そうなんだ。よかった、やめないで、うん、見てくれて。結構衝撃的だな、今の。俺初めて喋って、多分いや、そうだね。話す機会ないしね、うん、ましてや雑誌のインタビューとかで一人で話すような内容でもないしね、うん、そうなの。重すぎるし受け止められないし俺らも紙面で見てもさ、なんかえ字面パンチありすぎるもん、ね、今だから言える。